駅舎内川南駅は宮崎県小湯郡川南町大和平田にある九州旅客鉄道日本本線の駅である島式ホーム一面二線を有する地上駅コミュニティセンターとの合築駅舎を持つ小湯鉄道サービスという地元企業に切符販売を委託する簡易委託駅となっている2012年2月に古戦橋が撤去され遮断機付き港内踏切が新設された 二番線を主本線とする一線スルー配線で、対比列車は一番線に入線する。停車列車同士の交換は、上りが一番線、下りが二番線に入るほか、対比を含めた交換のない列車は、校内踏切を支障しない二番線に入る。上り方の線路は上り方に向かって、左にカーブしており、通過列車であっても、時速 95km の速度制限がかかる。 かつては当駅で、寝台特急、富士の上下列車交換が行われていた。2018年度の1日平均乗車人員は308人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、川南町内唯一の駅で、海に近い場所にある。駅のすぐ西側を、県道高鍋三密線が、日本本線に並行して通っている。 駅舎と反対側の駅の東側は海岸である。川南町の中心部は当駅から西に約3キロメートル離れた内陸部にあり、当駅の周辺は民家が数軒ある程度で商業施設などはない。平日土曜日の朝夕に限り、当駅と町中心部のトロントロンドームを結ぶシャトルバスが運行されている。ありがとうございます。